はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメッハー新誠チャンネルの誠です。いつもはコックコートを着て仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。がですね、この時期ね、ちょっとこういった時期もありましてですね、お店の方がですね、安定して、オープンすることができない状況になってしまっているというのもありましてですね、コックコートを脱いでですね、今ちょっと私服でこちらの方を撮影しておりました。はい、いつもはね、チーズケーキをね、調整したりとかして、全国配送なんかの仕事をしています。今はですね、はい、ということでですね、今日はですね、まあ巣ごもりということもありましてですね、家の中でですね、書類整理なんかで結構事務処理することが多くなったということもありましてですね、念願のですね、こちらの方の、はい、オフィスチェアですね、組み立て式のオフィスチェアを、Amazon さんで購入しましたので早速これから組み立てていきたいと思います。それではスタート。
はい、ということでですね、組み立て終わりました。はい、こんな感じ。はい、くるっと回してみましょうかね。こんな感じになりました。ここがですね、こう上に行ったり下に行ったりすることによってですね、腰のサポートですねを変えることができるって、どうしても、ね、座り仕事やっぱり腰痛くなったりとかするんでですね、こういうのあると助かりますよね。はい、こんな感じで腰をねちょっとねキュッと圧迫してくれるんでですね、ちょっとこうなんていうか、ちょっと背もたれにね、持たれるとですね、このこうなんていうか、こう腰の部分が非常にいい感じになるという風な感じですね。そういう感じの自分で一から組み立てるオフィスチェアですね、組み立ててみました。これねガスでねちゃんとね高さ調整できます。ここねグッとやるとグッと上がりますね。いいですね。はい、な感じでね高さも調整ができるので、好きな高さに調整できるというですね、オフィスチェアになります。もうちょっと近くにしてみましょうか。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じになります。ね、うちの中結構白多いんでね、白今回、購入してみたんですけれども、なかなかいい感じに仕上がってるんじゃないかなというふうに思います。あのねやっぱ自分で組み立ててみるとねいいですよ。あのどのようなね構造になってるのかっていうのがすぐ分かるというふうな感じですね。で、工程ちょっと今ね全部片付けちゃったんで、工程がね、あ、これだ、よいしょ、はい、ぐちゃぐちゃになっちゃってますけど、はい、7つの工程、はい、7つの工程でこちらの方は構成されているような感じになっています。はい、一番ね大変だったのはここの座面の取り付けですね。座面をねぐっとこう押さえ込むためのね、ここのパーツの中にねぎゅっと押し込まなきゃいけないのがちょっと力が必要なので、女性の場合これだとちょっと組み立てるのに難儀するかもしれないかなというふうに感じております。まあ実際ねすごく安く買えた上に、なんで安く買えたのかというと、レビューがですね組み立てしにくいということだったので、購入してみたものだったんですけれども、まあ言うほど組み立て しにくいかなって、まあ、確かにねあの手順書はね若干ねまあなんというか分かりにくさっていうのは確かにありましたけど、まあパーツもそんなに多くないので、プラモデル組み立てられる人だったらいけるかなみたいな感じかなっていうようなところでした。若干ねそのこの座面の部分を止めるときに、この後ろのねここら辺にあるネジを止めるときにちょっと時間がかかるというか、あの動画でもね、時間は私もかかってましたけれども、まあそのぐらいでまあ大体20分、15分とちょっと短いかな、言い過ぎかなっていうところなんで、大体20分ぐらいで組み立て上げられるかなというところなので、まあちょっとね椅子やっぱりこういった風なねあの高さも調整できるようなオフィスチェアが欲しいなと思って、これね今回ね5000円ちょっとぐらいで購入してます。あの後でちょっとリンクの方ねちょっと載せておきたいと思います。リンクの方を下ですね載せておきたいと思います。安くなってる時だったんで、まあ、時々安くなってるのを見つけるんで、あのいけるかなというふうに思いますので、さすがにねあのオットマンが出てきたりとかするね高いやつじゃないんですけれども、ただね座った時にこの辺やっぱ柔らかい、後ろも柔らかいですね。あの椅子に座ることによってですね腰への負担だったりとかそういったものなくなるので、事務処理なんかに非常に向いてるかななんていうふうに思っております。はい、ということでですね、ちょっとねあの組み立てる椅子ちょっと買ったらちょっとね組み立てられるのかどうかななんていうふうに思ってらっしゃる方いらっしゃるのであれば、まあニトリさんとか、まあ組み立てたことありますけれども、あとイケアさんとか、あの辺の組み立ての椅子を組み立てたことがある方であれば全然問題なく組み立てられる感じでしたので、はい、であのこう六角ちょっと今片付けちゃったんですけど、六角でねあの全部組み立てられる、あのネジなんだ、これドライバーとかね電動のドライバーとかも用意したんですけれども、まあ、結局使わずじまいでね使わなくてもねあの組み立てられるようにしてありましたので、まあ比較的簡単に組み立てられると思いますので、これ難しいっていう人がいるとするとなかなか、まあ、座面の取り付けが若干難しいですけれども、そんなに言うほど難しいかなというふうな感じでしたので、IKEA さんとかニトリさんのものを組み立てたことある方であれば、ぜひ購入してみていただいても全然安心して購入できるかなというふうな感じなので、まあ、こちらの方もね安く買えたんですけども末永く使っていきたいなというふうに思っております。はい、ということで本日の新誠チャンネル、こちらの方で終了となります。そろそろね家にね
オフィスチェア欲しいなとかって思ってる方はぜひね、グッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただきながらですね、Amazon さんのサイトをチェックしてみていただければと思います。ということで、また別の動画でお会いしましょう。それでは。